こんにちは、ほめほめドッグトレーナーゆかです。今回は以前も解説をした動画で反響が高かったピンポン吠えの対処法について実践動画をやりたいと思います。具体的な対処法についてはもうピンポンで吠えるようになっちゃってるワンちゃんの対処法ですから、先に吠えちゃってもいいので、鳴ったら無条件でこのクレートにフードをばらまいて、でワンちゃんを誘導して閉める。そうするとワンちゃんがもしかして最初は吠えながらかもしれないけどもフードを追って中に入りますので、閉めちゃったら落ち着ける環境になりますので、それをやっていきます。そうすることによってこれはワンちゃんの感情を変えるトレーニングになります。今はピンポンの音が侵入者が入ってくる怪しいっていう嫌な音になってしまっているから追い払おうとして吠えるわけですよね。だけどもピンポンが鳴ったらご褒美バラバラっていう風になるとワンちゃんはどうなるかというと、それが続くとピンポンイコール、あ、美味しいものがもらえる、いい音だっていう風に変わっていきます。そうすると自らクレドに入ってご褒美を待つっていう風になりますので、そうなった時にはもう感情が嬉しい合図に変わっていますので吠える必要がなくなるっていうことになります。ということで実際にやり方をやってみせたいと思います。ではやっていきます。おりこいこおりこで、ちゃんとご褒美について入ったら褒め言葉もかけてあげてくださいね。で入れちゃってワンちゃんが中でもぐもぐさせてからピンポンの対応するようにします。本番で練習するともう大変なんですよ。なのでスマホにインターホンの音を録音して本番じゃない時に練習をするといいです。聞きませんっていう方はですね、バラバラするご褒美が少ない、インパクトがあった方がワンちゃんついてきますので、興奮してても一つかみいっぱいバラバラしてあげる。ではやっていきますよ。ひななちゃん、いい子、そう、いい子、おりこ、おりこ、で、あとちなみにこれをなぜクレート使うかっていうことなんですけども、走り回ってるワンちゃんめがけて投げるやり方も効果があればまあいいんですけども、食べ終わっちゃったらまた吠えますから、そうするともうこのクレートを落ち着ける環境に導いてあげるというのが大事なのでクレートがいいですね。もう一回やります。おりこおりこおりこ、このようにしてピンポン吠えの対処法はピンポンの音に対してのワンちゃんの感情を変えていく、音に対して怪しいっていうことからいい合図というふうに良い条件付けをすることでワンちゃんの感情を変えていくっていうトレーニングをしていきます。なんですけれども、もう吠えるようになっちゃってからこの練習するの大変なんですよ。興奮しちゃって飼い主さんは早くピンポンの対応しなきゃいけないし、でバラバラしなきゃいけないし、問題が大きくなってからの練習は大変ですので、そもそも吠えるようにならないように予防することの方が重要になります。ななちゃんなんかは2ヶ月から4ヶ月の時の社会科期に吠えが始まってない時、ピンポンイコール怪しいになる前からピンポンイコールご褒美の私がやってたので、ピンポンの音がもう大好きです。ピンポンとかあと来客もそうですね、ピンポンも玄関に人が来るのもいいものがもらえるから、いい合図、両方ともいい合図っていう風に問題が起きる前、問題が起きてからじゃないと危機感がないので、うちの子ピンポン吠えないって安心しちゃうみたいなんですけども、病気も症状が大きくなってからだと治らなくなるかもしれないし大変ですよね。予防の方が重要ですので、まだ子犬の飼い主さんはまだ吠えないうちから安心しないで、吠える可能性が高いものですから、ピンポンイコールご褒美を予防としてぜひやってあげると後がとっても楽です。で今日はピンポン吠えの対処法の
お話でした。ナナちゃんクレート大好きですから、クレートね嫌いな子も練習すればなりますけども、クレートかわいそうって思ってる飼い主さんそれ間違いですからね、必ず必要だし、でクレート好きになったワンちゃんは自分から入ってここで休むのが好きですから、今練習したからちょっとご褒美なんか期待してますけども、もうここでずっとまったり日常的に過ごせるので、とても落ち着いた子になってます。もしないっていう方は絶対それはもうおかしいですから、ワンちゃんの体に適切なサイズを買って用意してあげてくださいね。 YouTube をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではワンちゃんを叱らずに楽しく仲良く暮らす方法や考え方もお伝えしています。興味のある方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。